じゃーん、今日はこれ、水で膨らむカプセル入りスポンジ。海の生き物入りだね、うん、これ海の生き物編なんだよね。これ前にね、動物とかね、恐竜とかのやつはやったことがあるんだけど、このカプセルスポンジで海の生き物っていうのがなかったんだよね。それで、じゃじゃーん、ここだね。中に入っているのはサメ、ウミガメ、はい、イルカ、イルカ、イルカ、マンボウ、ペンギン、カニ、ヒトデ、タコ、タツノオトシゴ、クジラ、マグロ、じゃじゃーん、ということで何が出てくるか分かりません。さあ早速これをやってみたいと思います。ちょっと出してみるね、うん、中はこんな感じ、はい、見えへんが見えへんがー言って、よし、うわー、なんかちょっとこんな感じね、見えるかな。ちょっとね、手に取ってみようか。じゃじゃーん、うわ、こぼれた。はい、よいしょ。ちょっとまだあと3本、はい、はい、こんな感じで。何が何入ってるのか分かんない。ね、こんなカプセルの中にね、小さくしてスポンジが入ってるんだね。これをお湯で入れると、このカプセルがお湯で溶けるんだね。うん、水だね。今ちょっとお湯を沸かしているので、ちょっと待っててください。それではお湯が沸くまでの間に、このカプセルを入れておきます。はい、どうなるでしょう。お湯を準備ができました。じゃあお湯を注いでいきますね。それ熱いね。よし、全部入れよう。よし、オッケー。湯気は熱いね。ねえ、あれ、泡だ。泡、泡が出てきたね。よいしょ、見えるかな。うわ、熱いね、これは。これで混ぜてみようか。あ、くっついた。溶けてきてるんだ。あ、出てきた。ヒトデだ、これ多分。あ、ヒトデ。ほら、これ多分ね、ヒトデだよ。ちょっと待って。あ、すごい、なんかどんどん出てきたよ。ほら、ちょっと混ぜてみよう。さっきのヒトデみたいなやつ。あ、これがヒトデ。あ、タコじゃない、これ。タコ。これこれこれ、この赤いやつ。こいつタコじゃないかな。ほら、合わせて。あ、絶対タコだ。ほら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 、タコが出てきたよ。あ、他にも、ちょっと見えないな。タツノオトシゴ。イルカが出てきました。あ、サメ。あ、サメだ。サメが出てきたよ。カニ。よいしょ。カニさん。ほら、カニさん。どこ行くの？何これ。あ、これペンギンじゃない？ペンギンだ、ペンギン。ちょっと待って、持ち上がらない。それいい。はい、皆さん、これがペンギンです。あら、いない。いない、いつの間にか落ちていた。ペンギンでーす。それから、あと紹介してないのは、マンボウ。ちょっと待って、今この緑のは何なんだろうと思って。これは、あと来て、あ、イカだ。イカ。今くるんと出てきた。ほら、イカさんでしょ。それから、マンボウ。マンボウ。でってででで、ってマンボウ。だよね。はい。ちょっと待ってよ。はい、皆さん、これスポンジがいっぱい出てきたね。マグロは？マグロ、あ、これカメじゃない？カメだ。カメさんがいたよ。ウミガメだ。あとは？全部が入っているわけじゃないみたいだね。はい、皆さん楽しかったですか？こういう遊び方もお風呂でできるかもしれないですね。よかったらやってみてください。じゃあ、またねー。バイバイ。じゃあ、今見ているこのスマートフォンとかタブレットのこの上の方にあるこの、白い丸いやつを押すと、そうするとこういった動画たちが出てくるんだね。この動画の中から好きなのを一つ選ぶと、そうすると動画が始まるよ。じゃあ先に行って待ってるね。もし動画がどこに行ったかわからなくなった時は、アンパンマンアニメとここに入れて検索をしてみてね。そうするとこの赤いマークのアイコンが出てくるから、ここをタッチしてみてね。そうするとたくさん動画が、楽しい動画待ってるよ。じゃあ待ってるねー。